スノーキーこと小手川幸也です。みんなの FX さんは対象外、ライト FX さん限定で開催されているハンガリーフォリント円の買いスワップポイント増額キャンペーン、もしも増額がなかった場合、直近だと100万通貨10ロットあたりプラス120円なのが、なんと300円に増額、2倍以上に増額になるので、このキャンペーンできれば活用したいところです。で、このキャンペーンというのは2023年10月にスタートしました。10月いっぱいで終わったんですけども、すぐ11月1日より第2弾が始まりました。ちょっと私びっくりしたんですよ。で、ここで思ったのが、10月11月に開催して12月にやらないっていう可能性どうなのかなと。私は12月も第3弾があるんじゃないかなと見ているんですよ。なぜかというと、まあ年末っていうのは冬のボーナスなんかもありますし、お金が動く時期です。そこで、好評なんであれば、このキャンペーン続けようという流れになるのかなと見ております。はい。で、12月にもこのキャンペーンが継続されると仮定して、買い増し、あるいは新規でハンガリーフォリント円スワップ投資を始めようと思っている方へ向けてお送りします。で、2023年11月のキャンペーンの場合なんですけども、先日のハンガリーフォリント円30万円資金例のコメント欄で、教えていただいて気づいたんですけども、期間中に立てた新規買いポジションが対象です。それ以外の注意点は、ライトFXさんの公式ホームページで、ご確認ください。で、もしも12月もこのキャンペーンが続いた場合は、12月1日に買った方が増額の恩恵をフルで受けられるのでお得です。はい、理由は丸々1ヶ月分増額になるから。これが12月15日、16日だったら、半月分しか増額の恩恵受けられません。で、ライト FX さんっていうのはスマホによる本人確認 EKYC なら最短当日口座開設完了可能です。必ず当日完了するかは分かりません。口座開設を申し込んだタイミングが朝なのかお昼なのか、それとも夕方なのかによって、当日中に審査が完了するかどうかっていうのは変わってくるかと思います。しかも1日っていうのは金曜日なので、1日中に口座開設完了しないと週明け12月4日とかになる可能性もあります。それに関してちょっと後ほど。で、12月1日をもしも逃した場合はなんですけども、まあ2024年1月も開催されるかどうかは現時点ではわかりません。なので、ここが、なかった場合のことも考えると、まあ12月上旬ぐらいだったら、まあ買ってもいいのかなと。この恩恵が3週間とかだったら、まあいいんじゃないかなと個人的に思います。特に為替が円高方向に進んで安値圏に落ちてきている場合などです。はい。で、この動画要は何を一番伝えたいかっていうと、1日に買った方が恩恵丸々受けられますよっていうことです。ただ、2023年12月も同様のキャンペーンが続くかどうかは分かりません。で、まあ、12月にキャンペーンがあったとしてですね、私と同じように、いや2023年12月もキャンペーンあるだろうと思われた方は、11月の末までに口座開設、口座持ってない方はですよ、口座開設完了しておいた方がいいと思います。はい。で、もしもそれ以降この動画をご覧いただいたのが2023年の12月の末とかで、もしかすると1月ね、そして、もしかすると、2月またこのキャンペーンあるんじゃないかそう思われた方は、その前の月の末には口座開設は完了させておいた方が1日に買いやすいかなと。はい。で、みんなの FX さんでハンガリーフォリント円の買いポジションをすでに持っている方でですね、買い増し考えている方は、まあ、現状のスワップポイント、このキャンペーン見ていると、ライトFXさんの方が、お得です。で、月初が狙い目と。スワップポイントのことばっかり言ってますけども、為替レートの位置ももちろん考慮してください。1日だけど、ものすごく高値圏にあるとかだったら、そこはどうするかっていうとこね、考えてください。
で、ライト FX さんっていうのはハンガリーフォリント円だけじゃなくってトルコリラ円、メキシコペソ円、南アフリカランド円、ライトペアっていう通貨ペアがあって、その買いスワップポイント高額なんですよ。ちょっと動画概要欄に URL 貼っておきたいと思います。で、このキャンペーン適用の金額が1ヶ月続いたら、どれぐらいの金額になるのかなんてのがわかるブログ記事の URL、 他は動画概要欄に貼っておきたいと思います。この後告知なんですけども、ライト FX さんの口座持っていない方は、ぜひ見てみてください。私のブログサイトではいろいろな FX 会社さんとタイアップキャンペーンっていうのを、開催しております。みんなの FX さん、ライト FX さん、松井証券さんが人気です。セントラル端子 FX さんも人気があります。この動画概要欄のリンクから、チェックしてみてください。はい、ということで、このキャンペーンがもしも継続されたらどのタイミングで、買ったらいいのか、あるいは、どう準備をしておいたらいいのかということをお伝えしました。これ以外にもいろいろな情報を配信していきますので、 YouTube チャンネル登録、そしてこの動画の評価お願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。